皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校3年生の国語科、社会との関わりを伝えようの内容です。この単元では、これまでの体験や知識を整理して、相手や目的に応じたスピーチをしようという学習課題を設定します。最終的にはスピーチをすることが課題となります。そして、社会との関わりというテーマもしっかり押さえていきたいと思います。さて、この単元は4時間扱いで行います。まず、1時間目はスピーチの仕方を知り、スピーチの話題を決めます。スピーチとはどういうものか、そして自分が話す話題を決めていきましょう。2時間目には自分と社会との関わりについて考え、スピーチメモを作ろうということを行います。3時間目にはスピーチメモを完成させます。4時間目には話し手・聞き手の立場を意識してグループでスピーチを行います。ちなみに本日は2時間目の学習を行っていきます。本日の学習課題は、自分と社会との関わりについて考え、スピーチメモを作ろうです。さて、本日の学習の前に、社会との関わりということを考えていきましょう。皆さんが社会と言われて何を思い浮かべますか？漠然としてしまうこともあるのではないでしょうか。そういったとき、次のような言葉を使って、自分と社会との関わりについて考えてみてください。例えば、支える、つながる、伝統、コミュニケーションなど、いろんな言葉があります。そして、そういった言葉からスピーチの話題を考えていきましょう。教科書37ページを開いてください。教科書37ページ、話題の例を参考にスピーチの話題を考えて書いてみましょう。動画は一時停止してください。書き終えたら再生しましょう。次にスピーチをするときの相手と目的を考えましょう。相手意識と場面設定はスピーチをする上でとても大切なことです。今回は教科書37ページの下の段を参考にいくつか考えてみましょう。次のような形でノートに書いてみるのも一つです。それではノートにいくつか書き出してみてください。動画を一時停止してください。書き終えたら再生してください。書き終えることができましたね。それでは例を紹介したいと思います。まず、スピーチの話題、朝のボランティア活動です。場面、相手、目的は、入学試験の面接官に、中学校時代に頑張ったことを伝えるです。皆さんは、どのような場面設定ができましたか？スピーチの大事な部分になってきます。自分なりのものを完成させていきましょう。スピーチは次のような条件で行います。まず、2分程度で行います。そして、メモを見ないで行います。できる限りという条件をつけました。原稿なしで行うということは、暗記というイメージを持ってしまうかもしれません。ですが、今回は、自分の言葉で話ができるようになるということを意識してみてください。それではスピーチの内容を考えていきましょう。考える際には次のようなことを内容に取り入れてください。スピーチの話題、そしてその体験をするようになったきっかけ、具体的な体験内容、
体験から得た自分の考え、そして社会との関係についてなどをスピーチメモにまとめていきましょう。それでは次のページを参考にしていきたいと思います。それではノートにスピーチメモを書いていきましょう。次に示してあるのはノートの記述例です。書く場合は箇条書きで書いてみてください。動画は一時停止してください。書き終えたら再生しましょう。書き終えることができましたね。それでは記述例を紹介します。設定は先ほどあったように入学試験の面接官に中学校時代に頑張ったことを伝えるというものです。次のように書いてみました。皆さんはどのようなスピーチメモが完成しましたか？それぞれ皆さんが考えたものをスピーチにしていきましょう。この状態でスピーチメモの完成となります。それでは本日の振り返りです。まず最初に自分と社会との関わりを考えるということで、いくつか社会を語る上での言葉を紹介しました。そしてスピーチの話題と伝える相手や目的を考えました。実際に誰に何を伝えるかということをはっきりさせました。そしていよいよスピーチの内容を考えるということでスピーチメモを完成させました。ここまでが本日の学習となります。そして次の時間はスピーチの構成メモを完成させてスピーチの練習をしていきたいと思います。次の時間に行うスピーチの構成メモですが、少しだけ紹介していきたいと思います。次のページが構成メモの作成例となります。構成メモにはスピーチをする時間配分、スピーチの内容、ここでは話す軸となるものですね。そして話す時の注意点を書き込んでおきましょう。このようにしてメモを作っていきます。実際にこれがスピーチをする上でとても大事なものになります。次の時間の学習活動となりますのでイメージをしておいてください。以上で本日の学習は終わりになります。次の時間はいよいよスピーチメモを完成させようということを行っていきます。